田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます。田中亮です。本日はですね、お手軽シズル法というのをやってみたいと思います。はい、というわけですね、お手軽なシズル法という話なんですけど、そもそもこのシズルってなんじゃらほいっていう方もいらっしゃるかと思うので、簡単にご説明いたしますとですね、これシズルってリベットと呼ばれる場合もあるんですけど、まあ厳密に言うとリベットとシズルってひょっとしたら別物なのかもしれないですけど、欲しい役割というか効果は同じなんですね。で、何かというとですね、ちっこい金属片、まあ何でもいいんですけど、をシンバルにこう取り付けておいて、それがね、完全に固定されるんじゃなくて、ちょっとこうフリフリ動くような状態になってるんですよ。それでその状態でこう叩くと、その金属片がフリフリ動くんで、チリリリリリリみたいな音がして、持続音ですね、ずっとそれ叩いた後しばらくそれがチリリ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 って鳴っててくれるんです。大体の場合はですね、こうシンバルにこうちっこい穴を開けて、大体なんかこう5ミリぐらいかな、そのくらいの穴を開けて、あの釘というか先割れピンみたいなやつこうブスってその穴に刺して、先をピュッてこう開くと、まあ、外れなくなるじゃないですか。でもがっちり固定はされてないから、こうフラフラ揺れるみたいな感じになってるんですね。で、それによってその持続音を得るっていう方式なんですよ。で、まあシンバルによってはもう売ってる時点でそれがついてる場合だったりとか、あとは普通のシンバルに穴を開けて、こうドラム屋さんとかにお願いして穴を開けて、そこにリベットつけてもらうっていう方法もあるんですね。ただ今回ご紹介したいのはそれとはまた完全別個で、普通のいわゆるシンバル、何もそのリベットがついてないシンバルですね、それをちょっと今日だけリベットの音が欲しい、シズルつけたいみたいな時にお手軽に使える方法というのをご紹介します。で、まあですね、一番有名なこのお手軽なシズル取り付け方法っていうのはですね、よくあるのがあのお風呂の線をつけてるチェーンですね、あの数珠状の人単が連なったみたいな銀色のやつ、あれをホームセンターとかに行ってきて、なんかこう輪っか作ったりして、シンバルの一番先っぽのトップのところに引っ掛ける、シンバルスタンドの、それによってこう鎖がダラーンってなってて、叩くとそれがジリリリってなるっていうのが、まあ、一番多いかなと思いますし、まあ、言ってみれば別に鎖であれば何でもいいんで、ネックレスとかでもいいんですね。なんですけど、その場合まああらかじめ用意しとかなきゃいけないんで、それとは別に急にちょっと欲しくなったっていう時に使いやすい方法です。一番有名なのがですね、こちらコインですね。これをテープで貼り付けるっていう方法なんですね。で、今回これ使うのがですね、これダイムって呼ばれるアメリカの10セント効果ですね。まあね、10セントって言えばね、リンドバーグの曲で10セントの夢とかね、あとあのダイムバックダレルのダイムですね。まあ関係ないですね。まあ日本だったらですね、例えば5円玉とか50円玉とか、あれだったらまあテープじゃなくて穴が開いてるんで、そこにこう紐通して結んでおけば、すぐにそのまあシンバルスタンドにつけれると思うので、ただ別にネバネバしないから、その1回作ってしまえば、それこそなんかスティックケースとかシンバルケースとかに入れて、まあ常に持ち歩けるみたいな方法もあると思うんですよ。ちなみにね、あのコインで穴が開いてるコインっていうのはね、結構ね希少らしいんですよね。なんか日本以外だとほんと数カ国ぐらいしかないっていう、結構珍しいものらしいんですよ。なんかね、紙幣とかだったらね、台湾とかだったかな、なんか真ん中に透明な部分のある紙幣とかあるんですけど、コインの穴開きっていうのは珍しいらしいです。でもまあ聞いた話なんであんま詳しくないんで、もし間違ってたらごめんなさい。で、まずはですね、このコインを一番オーソドックスにシンバルの上側に貼るというのをやってみましょう。さあどうですかね、かなりこう余韻が伸びたかなっていう感じがするんですよ。ただね、これ一個問題があるのがですね、ちょっと強めにガシャーンとかこうクラッシュっぽく叩いた時にね、このコインがペロンって裏返っちゃうことがあるんですよ。そうするとこんな感じで全然音が鳴らなくなっちゃうんです。はい、全然鳴らないですね。というわけで、これを克服するためのアイディア、その2です。今度はですね、テープをちょっと先ほどよりも長めに取りまして、両方に粘着部があるようにしてですね、こうシンバルの裏側、下側に貼り付けるっていう方法を試してみましょう。
さあどうですかね、さっきに比べるとちょっとこのチリチリっていう音が弱いかなっていう気もするんですけど、まあ、この左右の粘着のこのタイト具合っていうんですかね、ちょっと緩めたりとかするとその辺も調節できるので好みに合わせて変えてみるのも面白いかなと思います。さあそうしましたら今度は財布の中にコインあるけどちょっとテープがないよ、どうしようっていう時にですね、そんな時にはですねこちら鍵ですね。これ僕の、まあ、家の鍵なんですけど、普段ねこのカラビナでこう腰のベルトを通すあのなんていうんですかフックなんていうんだタックなんていうのベルト通す穴のとこあそこに引っ掛けてるんですけど、これをそのまま利用してですねシンバルスタンドにくっつけてみようと思います。さあどうですかね、案外いい仕事してくれるかなと思うんですよ。まあ音を結構変えたかったらそれこそこの鍵の大きさを変えてみるとか数を変えてみるとか素材変えてみるとかでいろいろバリエーションはできるのかなと思います。さあというわけでお手軽なシズルの取り付け法というのを見てきたんですけど、まあ、正直ぶっちゃけてしまうと僕自身ねこれ使うことほとんどないんですよね。というのも個人的にシズルが欲しいなって思うことがほぼないんですよ。なのでね全然使ってなくって、ただまあね方法として知っとくのはいいかなと思うので今回ご紹介してみました。もし今回の動画が面白いなって思ってくださった方いたらいいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいのと、あと Twitter と Instagram もやってますのでそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。